先輩、制服似合ってますよ。だってこれに応募するって企画でしたから。リンが恋に落ちた日の出来事なのか。これが俺たち私たちの物語の始まり。リン、ショートムービーよかったよ。ふむ、よろしくお願いします。完成品見たら恥ずかしくなっちゃった。この人が七倉先輩の。何より演技力に差がありすぎる。確かにです。すごかった。今回は役が昔の自分だったからいつもと違ったのかも。先輩さんと作品作りだって意気込んでたからじゃない。はい、誰しますか。何頼んどくよ。そこまで変な人じゃないみたい。そうなんです。応募したショートムービーがバーッと通して芸能事務所から直接会いたいって連絡が。急な話で。はい、嬉しいです。そんで俺らが作った動画を伝説にしてくれ。もう伝説になってるんじゃないか。いや、どうしたって進路のことに決まってる。わかんない。でもそれが現実味を増してくるとだんだん怖くなって。あとどれだけ我慢すればいいの。最後は自分で。冷た。人に委ねるつもり。卒業は近い。七倉、どうするんだろうな。お前はどうなんだよ、エイジ。俺しか喋ってねえ。あ？心機臭く黙っててそれが何になる。笑ってやるのが男ってもんだろうよ。ただ待ってるだけならまだしも邪魔になってるわ。とんでもなく邪魔してるよな。にかける言葉があんだろう。永遠に狼狽してるだけだぞ。なっても笑ってやるんじゃないのか。うん、ごめん、先に帰ってて。夢か大好きな人。ずっと立ち止まっちゃってる。あの頃に戻れたらな。先輩と出会った場所。にゃー、買い物多すぎて困っちゃうな。今はリンの話ちゃんと。ずっと好きでした。俺も好きだぞ。え、早っ。またするか。リン、私のこと。リンの演技は初めて見た時から好きだった。ただのファンっていう。で、疑似ハーレムが生まれたんだよな。はい。困っちゃうな。タイムトラベル満喫してる。あれ？聞こえて見てたの？いつから？あ、いや、初めから。リンが悩んでたことぐらい分かってたよ。いや、行こうぜ。どうしてここに？思い出に浸りに行きたくなったんだよ。先輩と一緒にいたい。先輩と。その願いを叶えてやるのは俺の役目だ。リンが何も失わずに済むよ。大丈夫、必ず追いついてやる。ありがとう。先輩の願いも教えて。それじゃチューしてもらおうかな。バカじゃないの。でもって甘えん坊ちゃんには膝。私がしてもらう。俺の願い、それは凛に追いついた時に。楽しみに待ってるね。ああ、おーい、立て込み遅れてんぞ。久しぶりだな、リ。先輩の入社おめでとう。これから私も毎日スタジオ。よく共演した人メロメロにしちゃうんだよね。ようやくリンに追いつ。大丈夫、今でも大好きだよ。伝えられなかったこと聞いて。俺と結婚してくれ。はい、叶えてあげます。世界一好きだ。はい、式はいつも。急いで引退しなきゃ。置いてくな。もういいだろ。はい、終わり終わり。な、俺は本当に怖い。あの七倉先輩、先輩ご結婚おめでとう。馬さんも。お、なんかなんだか物語の始まりみたいね。たく、お前らお似合いだな。いいだろう。